本日はですね、数々の武勇伝の中から風俗体験記あらびっくりっていうお話をさせてもらいたいと思います。まあオイルが抜ける間それをちょっと聞いてもらって、多分笑わない人はいないと思います。鉄板の実話を話したいと思います。じゃあお楽しみに。はい、今日使うのはこちらですね。簡単オイル交換ポンプ、パーツクリーナーとオイル、今日はフィルター交換もしますね。フィルター車用ですけど大丈夫です。はい、暖気したらね、まずこれここにオイルチェックするところにね打ち込みます。ポンプすると真空状態になってオイルがほら上がってきますね、これ、うん、それではね、皆さん、みんなあの AKB48 してますか？僕は大ファンでしてね、握手会も4回ほど行かせてもらいました。4回行って握手券を8枚使ったんですけど、全部マリコ様に捧げまして、8回ほど握手させてもらいました。大丈夫、声マジで連れて行かん。もう一回行くか、もう一回最初から行こう。ちょっともうちょっと待って、ちょっといいか、切っていく。握手させてもらったんですけどね、まあその手で家に持って帰って楽しみたいなっていう気持ちもあったんですけど、まあ、ぐっと我慢して、ある時ですね、どっからの情報かわからんのですけど、篠田麻里子そっくりの風俗嬢がいるという噂が入りまして、それは行かないといけないなと、黙ってはおられないなと思いましてね、まあすぐにその電話番号を入手して、ちょっと携帯番号だったんでちょっと怪しいなと思ったんですよ、そこで僕は。まあでも好奇心の方が上回っていまして、電話しました。すると、まあ普通の女性が出て、まあどこどこホテルに何時にと言われたんですよ。でまあワクワクしながら、もう AKB の絶頂期だったんでね、その頃ワクワクしながらマリコ様と、まあそういうことができるって思いながら、確か2万円ぐらいだったかな、握りしめて1万5千、60分1万5千円だったかな、多分そんぐらいだったと思うんですけど、まあ行ったんですよ。まあ、ホテルの一室に入って待ってたんですけど、チャイムがピンポーンとなりまして、まあ鼓動がね高まり、ワクワクしながら、まあ扉を開けたと。すると、まさかのマリコ様そっくりのちょっとちっちゃめの女の子が立ってたんですよ、ショートカットので、うわ当たりじゃんってなって、でまあちょっと小話してお金を渡して、まあ、シャワールームに行こうということになりまして、その時に先に入っとってくださいと言われました。僕はね、もう瞬時にパンツを脱いで小走りで、ちょっとチッに触りながら、ピーで触りながら、ちょっと大きくしながら、まあ湯船に浸かってたわけですよ。でちょっと暗いお風呂だったんでね、その調光ができるやつで、でまあちょっと暗めにセッティングして雰囲気を作りつつマリコ様を待ってたんですよ。そしたらまあ入ってきましてね、でまあ暗い系、まあ見えんですよね、あんまり。でまあ体を洗ってくれるということで、僕は湯船から出まして、こう洗ってもらってた時にちょっと恥ずかしいんですよね、やっぱ最初って、風俗ってなんででしょうね。
まあ、こう洗ってもらいながらこう、まあ、しゃべりながら、まあ、ちょっと顔見れる感じでね、こう洗ってもらえたんですよ。でこうずっとこう洗ってもらって、ずっと全部洗ってもらって、で、まあ、ちょっと慣れてき、目が慣れてきて、こう、もう顔はほんまにマリコさんもそっくりで、まあ、体も細い、まあ、背がちっちゃかったけどちょっと違うなって思ったけど、でずっとこう上から下をずっと見てって、で、まあ、胸もそこそこありまして、 C カップぐらいだったかな。でずっといて、こうずっといて、こうピッと下見て下半身を見た時に大きなおっちがついてたんですよ、まさかの。で俺はボッてなって、ピンついてるなと思って、ピールとかだよね、ピンチについてると思って、まあまあその時の自分はもうちょっと、なんて言うんだろう、ネタ作りのハイになっとった時があったんでね、まあこれも経験かなと、そこですぐ高校を変えてニューハーフのプレーとはどうなのかと。ただその一物が俺のマックスサイズ、マックスになった時が通常サイズみたいな虚根だったんです、まさかの。情けなくなりましてね、こちらは。ただ唯一なかったのは球が2個なかったですね。でまあこう普通こんぐらいの、こんぐらいになるはずなのに、もうドルーンってなってましたね、下に向かって。ほんで、あ、ニューハーフなんじゃねって言ったら、あ、そうなんですよ、知らなかったですかって言われて、知らなかったです、大丈夫ですかって言う気も大丈夫ですって言いますよね、そりゃ。ちょっとこう止まってるんで、ニューハーフの子だったんです。で、まあ、性格も良かったけ、まあ、ネタで、ね、どんな感じか、お試しじゃないけども、お金払ってるもんでね、ネタ作りのために、ちょっと頼んだんですよね。でまあベッドで横になっとって、でまあ一物が見えるんでパンツ履いてくれって言いましたね、僕は。でまあそしたらもうもっこりした女の子みたいなもっこりした女の子、篠田麻里子だったんですよ。でまあいろいろ聞いてね、ニューハーフ事情で、まあサービスが始まって潔癖な部分もあるんで、まあ、キスはいいと、したくないと俺は、でいいそのサービスはっつって、そしたらやっぱ男が男の攻めるって、そのなんて言うんだろう、よう分かっとるって言うじゃん、男の気持ちを。だけ気持ちいいんだろうなっていう先入観で、まあ、攻めてもらってたんですけど、なんせ荒くて、でそんなにうまくなかったんですよ。で、まあ、ずっと集中して、まあ、ゴールに向かって走っとったんですけど、なんか途中で違和感を感じたんですよ。で、ね、まあこう寝とって、こう下からね攻められて、なんか違和感ある、なんかおかしいなと思って、なんでこう上がってったら下がっていくんかなってこう思うよったら、俺の左の膝小僧に大きな一物がずっと当たっとったんですよ。その感触が今もう忘れられませんね。でなかなかゴールにたどり着けずにいたら、まあちょっとピー入れてねするかと。でも俺はいや途中からなんか男に見えてきてしまって、その子、いやいいいいってなって、でまあまたこうプレーが始まってゴールに向かっとったんですけど、またダメになってきて、でそしたらその子がするって言ってきたんですよどういうことそれ、なんなんそれって聞いたら、お兄さんのに私の入れて手で気持ちいいよと。ただ少女の自分からしたら、そんな大きいもん入れられたら皮膚よと、あえぐどころか絶叫ですよと、恐怖を覚えまして、さらに不妊になりましてね。でそっからもう意識がなくなりまして、気づいたらベッドの天井を見てましたね。
なんで皆さんも好きな芸能人がいらっしゃいましたら、ニューハウじゃないか一度お確かめになってから呼ぶにしろ楽しんでくださいね。これうちの親も見てるんですけどね。これうちのお母さん見てるんですよ、この YouTube も。お父さんもね。お父さんも。お姉ちゃんもね。お甥っ子も見てるんですよ。この話大丈夫かな。俺が見てきた通常時の中ではもう上位トップ3ぐらい入るぐらいの大きさだった。終わった後はこいつ男だなって思って拒否反応が出ましたね、体やっぱり、うん、測りたいなって。俺は何をしとったんだろうって、俺はなんでこんなことをしたんだろうって。でもこれ絶対おじさんの席で話したら絶対ウケるだろうなと思って体を張ってチャレンジしました。なんかこれ胃カメラみたい、こんなのこんぐらいあるね。鼻から出るのこんぐらいあるね。そうなの。落としたら終わりだっけね、海に。 3.5 から 3.7 リッターね、115馬力で締めます。ギュッとね、ここはゴリラの力で。はい、以上でね、風俗探訪のコーナーは終わります。皆様病気には気をつけてくださいね。日曜日は空いてませんよ、泌尿器科。おう、海でうちでかい。タケノコメバルだろこれね。それメバルな。メバルよこれ、めっちゃでかくない。え、尺ない、ちょっと尺ある。20ちょっと測ってみようか、それで。え、どうしたそれ。え、取った。どこで。素手で。うちでかい。あ、惜しい。マジ尺ね、尺ありそう。ほんまね。28。うわ、惜しいね。すげえでーかっ。あ、これ見て、これタケノコメバル。美味しくない。ちょっと違う。美味しい、まあ、めっちゃ早い。すげえ。てかさ、素手で捕まえれる。どうやった。ご視聴いただきありがとうございます。動画を見てクスッとしたらチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画はこちらです。こちらもあるよ。